どうも、皆さん、こんにちは。チャクバスです。本日はですね、JAL ライフステータスプログラムが2020年1月1日から開始になりましたよね。 で、またですね、今後はライフステータスポイントっていうのを貯めていただくとね、JGC になることができるように変更になりましたということで、2024年1月中旬にですね、こちら、今保有しているねライフステータスポイントっていうのが表示されるっていうのが事前にね発表されておりまして、こちらはね、実際に付与されましたので、こちらの確認方法と、またね、こちらの計算もね、一緒にやっていきたいなと思いますので、 気になる方、ぜひね、最後までご覧いただければなぁと思います。えではね、こちらが、えー、公式タイトになっておりまして、JAL ライフステータスプログラム、毎日そして生涯ずっと一緒にということで、このね、ライフステータスポイントっていうのは、えー、今後はね、あの、なくならないポイントっていうふうになりますんで、生涯ね、溜まり続けるポイントっていうふうになります。で、こちらにね、記載がある通り、えー、ライフステータスポイントは2021月中旬より、ウェブサイトまたは、 マイレージバンクアプリで確認いただけます1月中旬頃の表示開始までしばらくお待ちくださいということでこちらねトップ画面あとでね実際に見ていきますけどももうこちらね表示されておりますんであの確認したい方はですね JAL のねサイトログインしていただければ、えー、見ることができるっていうふうになります私が見た感じだとねアプリはねちょっと見れなかったんですけどももしかしたらねアップデートとかしたらね見れるようになってんのかもしれないですねすいませんちょっと私は、ね、PC でしかね確認してないですねで、えー、ライフステータスポイントの を確認するということでこちらね、ちょっと後で見ていきたいなと思うんですけれども、JAL カードとか JALPay とかいろいろありますけれども、まあそういったものがね。 細かく見ることができるっていうふうになります。で、積算ルールということで、まずね、回数で貯まるということで、国内線に関しては、このライフステータスポイントは、1登場ごとに5ポイント貯まります。こちらは、区間ではなくて、登場ごとに5ポイントっていうふうになりますんで、東京から伊丹に乗っても5ポイントですし、東京から札幌に乗っても5ポイントっていうふうになります。で、国際線に関しては、区間で貯まるということで、JAL のね、区間マイル、1000マイル区間ごとに5ポイントがね、溜まるっていう ふう風になりますこちらにね記載されている通りマイル積算対象運賃で獲得する区間マイルのうち3831だった場合この3000だけね、えー、ポイント対象になりましてこの波数の831は、えー、次回に繰り越しっていう風になりますでこの3000マイルに対して 1000マイルごとに5ポイントということで、15ポイントがね、獲得することができるっていうふうになります。で、またね、マイルで貯まるということで、JAL カード2000ショッピングマイルごとに5ポイントね、獲得することができるっていうふうになってるんですよね。 で、こちらね、実際にね、見ていきたいなと思うんですけども、JAL の方にね、ログインしていただいて、トップページのこのマイルフライオンポイントっていうのをね、押していただくと、詳細がね、出るようになっておりまして、まあ、こちらね、こういうマイルとか出てくると思うんですけども、一番右の方にですね、ライフステータスポイントが確認することができます。私はね、JGCC をね、2022年にしましたので、 1500ポイントね、ライフステータスポイントを獲得することができているっていう風になります。で、こちらをね、クリックしていただくと、え詳細がね、見れるようになっておりまして、えー、ライフステータスポイントの実績ということで、まあ、お客様番号とかね、名前とか記載があるわけなんですけども、その下にですね、ライフステータスポイントが表示されます。でまあ、私はね、1500ポイントということで、内訳がね、こんな感じで、えー、記載されているんですよね。まあ、こちらね、あくまで私の場合ですけども、えー、航空ですね、JAL 国内線利用が、えー ポイントでまたね国際線利用時が1六6 5ポイントでこの1500ポイントね JGC の方は1500ポイントスタートっていうふうになりますんで、まあ、それの補填がですねこちらで行われてるっていった形になりますこちらね付与されてるのは昨年の12月31日になっておりますけども、まあ、こちらはね特にこの日に乗ったわけではなくて私の場合だけかもしれないですけども多分皆さんそうだと思うんですけどねあの今までのね 実績が、まあ、こちらでね、付与されているっていう風になります。で、今後ですね、JALPay とか JAL カードとかね、使っていただいて、どんどんね、このライフステータスポイント溜まっていくと思うんですけれども、このね、 こちらでプルダウンしていただいて、JAL カードとかね、選択していただくと、まあ、こういった感じでですね、えー、見ることができるっていうふうになります。こちらのカウントは2024年の1月1日からね、えー、開始になったっていうふうになりますんで、私ね、あの、先月ね、高額決済を JALPay でしたんですけども、えー、特にね、あの、2マイルしか溜まってないっていうふうになりますんで、2024年の1月1日からですね、この JAL カード、JAL モール、JALPay のね、カウントは入るっていうふうになりますんで、まあ、 ちね、ちょっと残念ポイントではありますけども、こういった形に、ね、なっているんですよね。で、こちらね、ライフステータスポイントの獲得履歴を見るっていうのをね、クリックしていただくと、詳細が見ることができて、こちらね、表示期間変更とかで、ま、期間とかもね、 変更することができるっていうふうになるんですよねでこのね165ポイント、えー、あとね国内線の10ポイントこれがねどういった感じで計算されているのかっていう話なんですけども JAL のねマイページの障害フライト記録っていうのが見ることができますよね先ほどの画面に戻っていただいてマイルだったかなぁライオンポイントそうですねフライオンポイントのページに行っていただいて障害フライトはこちら これをクリックすると、このページにね、見ることができて、 今までのね、利用実績とかが、こちらね、見ることができるようになるんですよね。で、私はね、JAL ね、あの JGC 仕様と、まあ、その他多数っていう感じで、そんなにたくさん乗ってないんでね、あの、あんまり出てないですけども、これね、利用してる方はめちゃくちゃ出てくると思いますので、こちらがね、対象になって、このね、あの、実績がね、あの、計算されているっていう風になるんですよね。ちょっと私の方でね、こちら、え実際どんな感じになってるのかね、計算してみたわけなんですけども、 それがね、えー、こちらになりまして、先ほどのね、画面の下の方にあった、このね、国内線とか国際線の利用実績なんですけども、まずね、えー、国内がね、2回使っていて、これがね、国内、えー、10ポイント、えー、2回乗ってますんでね、1登場で5ポイント、国内線はもらえますので、2路線乗って10ポイントですね。それがこの部分になります。で、国際線の方は1000マイルごとに5ポイントがね、貯まるっていうふうになりますんで、東京、バンコクから、えー、東京、 東京、ニューヨーク、ここが部分ですね。これが拡大して、まあこういった形になるわけなんですけども、まあこれをね、全部合計していただくとですね、このね、33,445っていう風になるんですよね。これが区間マイルっていう風になりますんで、ちょうどこの部分ですよね。33,445ということで、まあそれをね、計算させていただくと、33,445を、えー千 区間マイルごとにね、5ポイントになりますんで、33,445÷1000 していただくと、33.445っていう風になるんですよね。で、残りの部分はですね、繰り越しっていう風になりますんで、 これはね、計算に入れないっていう風になりまして、33×5 ポイントということで、165ポイントっていう風になるんですよね。ですので、国際線は165ポイント、国内線は10ポイントっていう風になりますので、先ほどのね、国際線利用165ポイントと、国内線利用10ポイント。で、残りがですね、私はね、JGC 持っているっていう風になりますんで、新プログラム移行ポイントということで、 こちらはね、あの、補填されているっていうふうになるんですよね。もし私がね、JGC を持ってなかったら、まあ、この部分はね、ないわけなんですけども、まあ、私はね、JGC 持ってますんで、1500ポイントね、スタートになりますんで、これがね、補填されているっていうふうになるんですよね。まあ、こういった形になっているわけなんですけども、まあ、私はね、バッチリ計算合っているわけなんですけども、まあ、ツイッター等々ではですね、明らかに足りないって言った方だったりですね、あれちょっと多いな、みたいなね、感じの方もね、いらっしゃ しちゃったったていう風になりますんでまあ、こちらねね改めててて計算、ね、してみいていただければなぁと思まます、まあ、私はね、バッチリ合いましたんで、ちょっとね、人によってね、間違ってる等々もあるのかもしんないですよね。この補填ポイントがですね、どういった感じでね、あの、利用できるのかね、ずっとね、よくわかんなかったんですけども、やはり JGC を持っている人は、1500にね、合わせて補填されるっていう風になるみたいですね。だからまあ、私の場合はね、この165と10ポイントあって、まあ あの JGC はね、あの1500スタートだったんで、この160、175プラス1500になんのかっていうね、感じで、これ165プラスね、10がされて175プラス1500で来るのかななんていうふうに思ってたんですけども、まあ今回ですね、蓋を開けてみたらね、こういった形になりましたので、まあ、補填されてね、合計ね、1500ポイントっていう風になったみたいなんですよね。 はい、ということで、まあ、こういった感じでですね、まあ、私はね、この1500ポイントに合わせて、えー、付与されたっていう感じですよね。まあ、ですので、JGC プレミアとかですね、かなり使用されてた方ですね、結構上に行ってる方もね、いらっしゃるのかな、なんていうふうに思いますので、まあ、こちらね、ご自身のね、ライフステータスポイントね、もうね、確認できるようになっておりますので、ぜひね、チェックしていただければな、と思います。まあ、こちらね、今後はこのポイントね、減ることございませんので、まあ、これからはですね、 ね乗っていただいてジャルカードとかでね決済していただければこのポイントねずっと溜まり続けてこのね1000略ポイント以上ね、まぁ、あ、かなりハードル高いですけどもこう言ていただければですね jgc ね獲得することができるっていう風になりますんでね jc g、C、欲しい方はですねぜひね利用してください でですね、ちょっとこちらのね、下の方にね、記載があるんですけども、これね、すごい意外でね、なんで入んないんだろうなと思ってたんですけども、やはりね、入りますね。2020年春頃から、ライフステータスポイント対象サービス拡大予定ということで、このね、JAL ウェルネストラベルであったり、 ジャル電気だったり、ジャルふるさと納税、ジャルネオバンク、ジャルパック、ジャル ABC、ジャル USA カードなどということで、こちらね、2 0 2 0年春頃ね、案内予定みたいなんですけども、ライフステータスポイントのね、対象サービスにこちらもね、入ってくるっていうふうに、 なるんですよね。このね、ライフステータスポイントのね、話がね、来た時にね、なんでここら辺入らないんだろうと思って、結構不思議だったんですよね。ですけども、やはりね、2020年春頃にね、こちら対象サービスでね、入ってくるっていうふうになりますんで、これはね、あの、利用されてる方からするとね、かなり嬉しいんじゃないのかな、なんていうふうに思いますんでね。こちらもね、ぜひ押さえておいてください。はい、ということで、今回ですね、JAL ね、ライフステータスプログラムね、とうとう開始になりまして、ライフステータスポイントね、 確認できるようになりましたので、こちらの確認方法と計算ね、させていただいたわけなんですけども、あとね、公開されてないのは、えー、グレード特典のね、この部分ですよね。詳細はね、2020年春頃ということで、まあ3月か4月にですね、こちらの詳細ね、分かってくるかな、なんていうふうに思いますので、こちらに関してもですね、またね、詳細分かりましたら動画ね、作りたいなと思いますので、そちらもね、楽しみにしておいていただければなと。 思います。ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE、公式アカウントやっておりまして、マイル診断、ポイントサイト診断、プライオリティパスが付帯しているクレジットカードの診断もね、開始になりましたので、ぜひね、利用したい方は、こちらね、チェックしていただければなと思います。ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。